戦前性の標準的な丸型ひさし付けポスト郵便差し出し箱1号コンクリート製。丸型ポスト丸型ポストは郵便物を受け付けるため道路、店舗などに設置される郵便ポストの一種。円筒状の形態をしているところから丸型ポストまたは丸ポストと呼ばれる。円柱状の郵便ポストは英語圏でピラーボックスと呼ばれるクラシカルな形式である。最初のピラーボックスは 1859年のイギリスに登場した。現在でもこの形式は、イギリス国内、及びインドやオーストラリア、香港など、イギリス級植民地を中心に、世界各地に多く残っている。香港では、優等と呼ぶ。日本最初の丸型ポストは、1901年に登場し、試験的に設置された、タワラヤ式ポスト、中村式ポストで、材質は中鉄。 1908年10月、雨除けのために下げ口に回転板を取り付けた回転式ポストとして正式化された。1912年には可動部分の故障が多いなどの理由から回転板を廃し、雨除けのひさしをつけた丸型ひさしつけポストが登場し、丸型ポストとしての完成型がほぼ成立した。丸型ひさしつけポストのバリエーションについては郵便ポスト参照。 1929年には、ややほ、また、第二次世界大戦中の一時期、物資節約のために、中鉄からコンクリートに切り替えたものも登場した。戦後の1949年、郵便差し出し箱1号が登場し、これが丸型ポストとしての最終型となった。1970年に、後継の郵便差し出し箱1号が登場し、丸型の生産、設置は終了した。 かつては日本全国に普及していたが、四角い箱型のポストへの置き換えが進んだ。これは、箱型ポストは中に郵便物を貯める袋を吊るし、それを交換するだけで収集できるのに対し、丸型ポストは小さな取り出し口から郵便物を手で書き出す手間がかかるためであった。しかし合理化による置き換えを生き延びた丸型ポストは、希少価値ゆえに保存される傾向が強まっている。 再開発などによって移設されることになっても、四角ポストへ置き換えられることなく丸ポストが移設され、継続して使われる事例なども出てきている。1984年以来、不要となった丸型ポストが小学校や博物館などに教材用として寄贈されている。後藤官房止のため再入口の封鎖などの承知が行われている。郵政博物館二千十六年五月十七日、閲覧。 有種1995年9月号29ページ。丸いポストの街。小平。小平市。更新日。2018年9月6日。丸型ポスト物語。足屋市、更新日。2012年10。ありがとうございます。